どうもどうも、ジャンプ部屋おじさんです。僕たちは勉強ができない。第178話、うすらいの女王編丸1と、179話の予想です。いよいよ、真冬イフルートの開幕です。そしてこれがおそらく最後のルートになると思われます。つまりは、あと9話、今回込みであと9話すると、僕たちは勉強ができないが最終回ということになります。さて、第178話の感想ですけど、イフルート開幕の時の定番である文化祭の、花火のシーン、世界が分岐した、花火のシーンからスタートですが、真冬先生が高校生時代の回想が、入っております。これ最初に読んだ時に、ちょっと読み飛ばしたというか理解が追いつかなかったんですが、これはおそらく、小学生時代の結賀と、高校生の時の、真冬先生がすでに出会っていたというシーンなんじゃないかと思われます。というのも、恩師、高校時代の学校の先生の真冬先生の、学校の先生だった結賀輝明の、息子が、まあ、結賀、なわけですから、結賀成幸なわけですから、まあ、当然出会っていてもおかしくないというわけで、まあ、つまり、文化祭の伝説、花火のシーンというのが、本編であったよりも前の時間軸でもう一度あったということになるんじゃないでしょうか。まあ、つまり、本編では、先生の年上のヒロインとして描かれてたわけで、中学時代にすでに知り合いだった、竹本うるかが一番正規ルート感があったわけですけど、そこの上を行く、もっともっと前から実は出会っていたというシーンが冒頭にあったというのは、これは期待できる内容なんじゃないかと思います。ほぼ冒頭の、感想を述べてしまったんですけど、次回の予想をここでしてみますと、次回予告には、マル秘相談、真冬先生驚きの解決法とは、とあります。まあ、マル秘相談の部分はおそらく恋愛の相談でしょう。そして驚きの解決方法というのは、まあ、恋愛経験が足りないであろう真冬先生がすごくトンチンカンな、デートの提案をしてみたりとか、あるいは努力で解決しようとしてみたりとか、そのようなことになるんじゃないでしょうか。そして、まあ、その生徒の悩みを聞いた結賀が、あまりにも不憫なので、結賀もアドバイスしようと思うのですが、まあ、おそらく、大学時代に多分恋愛してなかったという設定で、このイフルートは始まってるでしょうから、まあ、結賀も恋の相談にはあまり乗ることができない。なので、まあ、恋愛経験の少ない2人、教師2人が恋愛相談に乗ることで、距離が近づいていく、そのような内容じゃないかと思います。あと気になるのは、結賀が新任教師になった時に、他のヒロインがどのような人生を送っているのか、そもそも結賀は大学時代に誰とも付き合わなかったのか、そのあたりの描かれてない部分が気になると思いますので、まあ、最後のルートでもありますから、大学を卒業している古橋、尾形、竹本あたりも、次回以降から登場してくるんじゃないかと思われます。まあ、ただ登場すると話の展開がやりにくくなることは明白なので、このルートでも他のヒロインは登場しないという可能性もありそうです。そんな感想でした。とても面白かったです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ジャンプ部屋おじさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。